早速入場していきましょう。ずっと巻いてるよこの人、本当にすごいわ。おお、やった、うっすー。はい、どうもグッピーです。はい、です、はい、社長です。今日 TV 始まりました、よろしくお願いします。お願いします。本日はなんと久しぶりの県外遠征編でございます。おお、出た。今回はですね、釣りではなくてあるイベントのためにね、県外へ行く予定なんですけれども、そのあるイベントとはですね、はい、横浜の釣りフェスティバルに行くことになりました。はい、やった。もう初めての体験でこの4人で行くんですけれども、なんで行くのかっていうと、釣りメーカーのジャクソンさん、ジャクソンね、はい、ジャクソン使ってるよジャクソンさんに所属されているプロアングラーのイクマさんっていう、こちらの方から DM でですね、ぜひイバンさんに一度お会いしたいですと。本当に、で、本当夢のような感じなんですけども、もうこれは行くしかないということで、初の釣りフェス行ってみたいと思います。まあ長丁場ですがね、楽しんでいきましょうそうだね、さあ行く、おい、楽しみだ。はい、というわけで、じゃあ今回はね、この車からお届けしようと思いまして、車載マウントをつけてドライブ感覚でね、横浜まで向かいましょう。じゃあお願いします。お願いします。今日はメガネくんの車で、シートベルトちゃんとみんなつけてね。シートベルトつけなさいってあなた。さあ、じゃあ久しぶりのね、県外に、しかも神奈川ですからね、今回ね、最長距離だね。なんで俺が運転だ俺の車だとちょっと車内のあのエンジン音がうるさくてね、なんか首都高乗りますからね、うざすぎる頑張って、私もちゃんとナビするからね。あ、もう千葉県、千葉県です。入った、ナビで天気だはい、というわけでね、今日は生駒さんにお会いする予定なんですけど、まあ巨匠さんはね、まあ置いといて、はい、お前ら二人ちゃんとリサーチしてきたんだろうな。お前知ってますよ、ジャクソンさん、あのキツネのマークでしょ。キツネのマーク、それジャッカルじゃねえ。おい、まずいよ、まずいかもしれない、はい、というわけでここでグッピーから生駒さんに関するクイズでございます。おー、すごいな。景品は、景品は、いや、これはもうだって知ってて当然というか、リサーチを少しでもしてきたら分かるようなクイズですから、2人にちょっと当ててもらいましょう。まあ、第1問、はい、はい、もうこれは簡単ですよ。生駒さんの下の名前、これは簡単だよ。はい、大輝くん、はい、何でしょうか。分かりませんおーい、漢字一文字だよね。漢字一文字です。そうだよね、はい、生駒龍。あ、惜しい、ニアピンですね。生駒龍。あ、正解でございます。はい、知らなかったらもう礼儀知らずですよ、このままいったら名前が知ればね。うん、じゃあその生駒さんが所属している YouTube の名前ですね。釣り丸丸丸、釣りなんちゃらです。釣りじゃ、釣りじゃ、釣りじゃ、釣りジャック正解です。いいね、すごい。え、なんで知ったの。バカだね言わなくていいねそれカンニングですね。釣りジャックさんね、覚えておいてくださいね、ちゃんとね。3問目はちょっと難しいですね。生駒、はい、さんの異名があるんですよ。通り名というか、まあ、二つ名みたいな感じだね。何々の何々みたいな、鋼の錬金術師みたいなね、通り名があるんですけど、それは一体何でしょう。魚釣り界の餌巻きおじさん殺すお前お前おじさんとか言うなよお前。まあまあ、大輝くんの方がね、まだ無難な感じがね。ちなみにね、地名と動物名です。茨城のゴリラといったら鍋くんでしょ。あ、はいはい、そんな感じです。ちなみに活動拠点は静岡ですね。あ、じゃあ静岡のってこと。違うんですよね。あ、そこがもうちょっとひねった感じの。静岡っていうのはですね、昔ね、駿河の国って呼ばれてたんですね。駿河の何々ですね。濃い動物、うん、日本狼。タカ。あー、猛禽類じゃないな。トラだって。トラ惜しいですね。え、ライオン。ヒョウ。え、ヒョウの白ヒョウ。白じゃなくて黒ヒョウだ。はい、正解でございます。駿河の
黒ヒョウと呼ばれてます。へぇ、はい、なんで？あ、知りませんちょっと聞いてみようか、そこら辺もね。まあそんな感じで、まあざっくりね、知識をつけてもらって、失礼のないようにね、ほんとね。うわぁ、国技館だ。わぁ、スカイツリー。わぁ、スカイツリー見える。どこどこ。神奈川県に入りました。やったー。はい、というわけで私らの後ろに見えるのがですね、パシフィコ横浜の展示ホールでございます、ね。はい、こちらの中にツリーフェスティバルのブースがねぐらーっと並んでるということなんで、とりあえず最初はジャクソン以外のブースを見回りながら、はいはいはい、まあ、最終的にジャクソンに行って生駒さんとご対面ということで、皆さんよろしいでございますか。はい、で今日の目的の一つ、生駒さんにお会いするのと、こちらのあ、はいはいはい、サイン色紙にサインを書いていただいて、はい、イヴァンチュハウスに飾るというのが一個の目標でございますので、うん、はいはい、ちょっと緊張しちゃうけどね。そうだね、いよいよだもんね。いよいよですからね、はい、で皆さんこの格好でね、私はライフジャックつけてね、ほんまや、はい、もうガチ勢なんですけどこの格好で言ってもなんかジャクソンリスペクト感ないじゃないですか。おだから私はあるアイテム皆さんに買ってきたんです。あるアイテム。じゃあまず一つ目はですね、こちらですね、ジャクソンのマスクです。そんななんだ、はい、あー、いけたいけたいけた。ここにね、ジャクソンのちゃんと書いてあるんですよ。書いてるね、はい、お、かっこいいと似合うね。似合うね。まあこんな感じでね、はいはいはい、まあ3人で目線がよくね、やっぱ顔見るから行きますね。ここにね、うん、ジャクソンリスペクトしてますね。うん、ちょっと見ちゃうな、確かに。いいね、はい、あと、これ私のやつなんですけど、手袋も。手袋、おお。これこれ、おお、はい、これで握手するとき、はい、握手してください。ほら、おジャクソンですっていう。確かに、うまいなこんな感じ。さすがやな、お前あとはこれ最新機出ましたね。これターヒ君に、ターヒという帽子だから、ほいほいほい、これね、おちゃんとブルーカラーですから。おお、いや、バッチリ、いい感じじゃない。バッチリバッチリ、完璧やね。これでもうジャクソン兄弟ですよ。ジャクソン3兄弟とりあえずこの学校で、はい、ちょっと回ってみましょうか。行きますか。じゃあ行くよ。はい、行きましょう。イエー。はい、じゃあとりあえずね、はい、目の前にツリーフェスティバル入り口が見えますんで、早速入場していきましょう。行きますか。あ、一番、はい、入り口を間違えました。関係者の再入場ルンルンしてるな。こっちですね、こっち。みんなの分を代表して、はい、4人です。そういう感じなんだ。へー、面白い。ありがとうございます。いたしょ、入場いたしました。はい、ね、こっからですよ、私たち。さあ行きますか。まず入ったらパンフレット、とりあえず。あ、パンフレットはねありますから、わかんないからね、はい、うん、見て。何、モルキューがある。真っ先に見える。すげー。これヒロキューあんのか。ヒロキューヒロキューはないんですよ。あー、なんかいろいろ飾られてるね。うん、何が飾られてるんですか。釣り餌か。釣り餌だね。こっちはリールですか。そうですね、リールですね。これね、電動とかあるね。あら、見たことある感じの E マーク認定商品。あ、これ本物と偽物の。え、パッと見わかんないな。全然わかんないね。いろいろマジだ。すごいね。とりあえずじゃあぐるーって回ってみましょうか。はい、マルキューさん馴染み深いね、これもね。そうだね。アニ姫でか、これ。カメラ売ってる。違うよ、これ2023年ニューって書いてあるから。そういうことか。新商品で出るんだ、これ。そうだよね、こういうブース開いてるのってやっぱ新商品の PR とかね、そうだよね、まあ、メインだろうから。うん、これいいね、2倍ね。これあんじゃん、これナマズ。ぜひ。はい、ありがとうございます。ブースごとにね、多分あるのかな、はい、うんうん、わー、適当やんけ、お前。今ちなみにどの辺なの、これ。今ここがマルキューなんですよね。あ、結構端っこなんだ、はい、今で外側回っていくと、こちら大和、あー、ガマタツとこう島の壁沢です。壁沢、壁沢です。じゃあ行きましょう。はい、行きます、はい、コミケであの壁側のサークルはね、大手なんです。壁沢って言うんだ、これ。何、あ、ここ、あ、ラインですよ、ライン。ライン、こちら大和さんのブースにやってまいりました。はい、すごい、はい、見てください、この人の多さ。人やばいね、ちょっとね。そしてブースのでかさね。うん、いや、桁がちょっと違いますね。うん、カタログもね、はい、無料ではなくて200円する。ああ、そうなんだ、無料じゃないんだ、はい、さすが大和様だ。買おう。
まあ、せっかくだからね立てた。すごいめっちゃ分厚いのこれ鍋くんのお土産です。あ、でも本当喜ぶと思う。あ、そうだね。で、これが新作のリールですか。巻いて、巻いてくるんすか。これがソルティガ8000番桁が1個違うわ。滑らかですね奥入ってるんですか。リールがもうずらー並んでる。さっきもカタログの一番前にあったエアリティ6万5000円出ない。これおーすげー。何がすごいのあっちにはね、クーラーボックスだったり。はいはいはい。あっちはあのウェアだね。すごいねこれ。え、あれは奥は竿？待って、竿じゃないあれ。めっちゃ長くない？これすごくない？俺らが扱う竿のレベルじゃない。あ、こっちにめっちゃある。これ釣り竿のスカイツリーやこれ。誰か。もうみんな自由すぎる。いや、しかし本当だね。いや、やばいね。87メートル。そんなもんだろ。体感だよね。もうビルの高さだよね。本当だよね。とりあえず大王さんはこのぐらいにしてもらって、はい、まだまだ本当はね、見るところ多いけどね。これね、ずっと回ってたら時間足りないよ。足んないよね。で、こちらがジャッカルさんのギラギラしてるね、ね、ちょっと派手だよね。自動販売タイプ、自動販売。あ、これが商品の一覧と。ジャッカルのマスクとか缶バッジとかだね。いいじゃん。ステッカーね、お買い上げしますよ私俺マスク欲しいな。かっこよくない？かっこいい、うん、やったー。2つ買いましょうじゃあね。車に入りたいっすね。イエーイ、ステッカーでございます。いや、こういう買い物もやっぱ楽しいですね。楽しいよね。しかもこうサクッと買えちゃうしね。確かにいいね、自動販売機式の。すげえギラギラ。 TG ってことはタングステンだね。ジャッカルさんのあんまり使ったことないんですけど、うん、やっぱ種類あってね。ハイ君なんか、ま、迷子っつか迷い込んだ人みたいな、なんか人が多くて止まってる。人が多くて止まってる。うわ、決まりました。はいはい、やったー。これ浮きまろちゃんのガナカツさんか。ここもらってどうすんねん。かわいいじゃん。これ撮影ブースでしょ、浮きまろちゃんの。これ撮影しようよ。じゃあ、あ、これ子供用の文字っ子。ごちゃごちゃ泳ぎたい。あらまあ、ごちゃごちゃ。でもコインが必要だから。必要？絵描き歌に合わせて、お絵描きして一緒に写真を撮ったらガチャ用のコインがもらえてガチャガチャできる。うん、一等賞浮きまろちゃん。じゃあこれやろうよみんなで。15歳以下のお友達限定です。書いてあるじゃんこれ。大人はできません。この数量を返せ。こっちだろ俺らは。こっち長い。交渉しかった。じゃあ次はどこ。大物来ましたよ。大物。鍋くん大好き。あの青文字はもしや。あそこあそこ。シマーノ。シマーノか。ついに。ここから、ここから入れない。うわすごいな。やっぱり大和さんところもすごかったけどね。そうだね、大和と島のすごいね。ちょっと待って、謎のあんこ。何あれ、釣り釣りゲームある。え、謎のあんこ。俺ら的には島のさんより謎のあんこの方が、うん、あっちの方がちょっ と、持ってかれる。謎のあんこに釣られるんだ俺らは。しかもなんかガチャガチャあるの。300円。はい、ガチャガチャ食べたりになります。いただきました。ステッカーとカタログ、はい、そしてガチャガチャのコインね。すごいね。やってみましょうか。じゃあマスクにつけてワンポイントガチャガチャ。こういうガチャつけるんだマスクに。ジャクソンですけどいいですか。行ったれ行ったれ。あ、来た。おー、すごいすごいすごい。来た。あ、青です。中身を見せなさいよ。カプセル開けなさい。マスクどれメガネ。かわいい。グッピーさんは？私は、あれ？これ青ですね。あれ？かぶってる？かぶってる。かぶりだー。カイ君ちょっと最後。青以外にした。青以外。青以外。何色？お、あ、すごい。黄色？青じゃないしかも。お、ロゴ？これレアじゃないこれ。え、すごい。どうですかこれ？いや、かわいいけど。かわいい。無理だろ。そこは絶対無理だろお前。壊れるだろ。おい。お。いいね。ワンポイント。どうよ。いい感じです。視聴者来てくれた。視聴者に会えました。声が出てもらえた。こっちのもいいよ。めっちゃもうテンション上がってるね。嬉しい ね、 ね、 やっぱね。もうアウェイ感なくなったね、うん、横浜だよここ、うん、アンコウに関西じゃん。本当だよ。というわけで本命とかね、とりあえず強敵ね。はい、島野さん行きますか。そうです。
うわもう人がやばいもんな。だってリールのそのテストのあそこ埋まってんもんね。あそうだよね、並ばないと触れなそうな。まあこれがね額が結構違いますから。ステラとかね、ステラ触っとこうよ、せっかくだから。ステラね、鍋くんの欲しいステラ、はい、ステラ触りに行く。触りたい、せっかくだから。もうこれはステラセンサー、ステラセンサー。ステラどこ。あすいません、いやついに触るんすね。いいですか。あ軽い、すごい、すごい。いや手が離れないですね。軽すぎる。軽いよね、本当に軽いわ。買っちゃおうかな、これ。買っちゃおうかな。98,300円ですね、税別で。皆さんいいんですか、お買い上げで。いや無理ですね。無理ですか。金が足りません。ずっと巻いてるよ、本当にすごいわ。本当にすごいよね、これね。え、そんななんだ。やばいやばいやばい、やめよう、これもう買っちゃいたくなるわ。欲しくなっちゃうのか。欲しくなっちゃう。うわすごい、カラーリング、はいはいはい、ディープソルジャー。おお、値段もなかなか、はい、置いといた方がいいんじゃないですか。置かない、気をつけてみんな。たいくん投げ竿あるよ、投げ竿。たいくんといえば投げ竿だね。なんかピンとくる竿あんじゃないの。これたいくんこういうし長いよこれ。16万。うわうわうわ、持ってにも緊張が走るよこれ。本当に気をつけてよ。タイ頼むぜ。どう、16万の竿を持つタイ投げらんないでしょ、こんなん買っても、ね、16万って原付き買いますよ。余裕で買えるよ、うん、いや軽いな。軽い磯竿なんだこれ、磯遠投って書いてあるから。あ相当検知積まないとここには多分俺らたどり着けない。たどり着かないよな、これぐらいすごい竿がね、こうやって並んでんだからね、うん、触るだけでもう経験値たまりますよね、はいはい、じゃあね、ちょっと休憩しながら、はい、向こうの方になんか販売ブースがあるんだ、ね、あー物販ね、はい、買いたい。ちょっとお買い物をしつつ、じゃあ本命のジャクソンさん行きます。あーそうだ、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。行きますか。結構売れちゃってんのは売れてんのかな、限定ルアーみたいなさ。あーそうだね、なんか見た感じ書いてあったからな。うわめっちゃ並んでるよ俺。あれ並び全部そう、あれ全部並んでるじゃない。あそこが島野さんかな、帽子を買いたいって言ってた鍋くんね。鍋くんがね、うん、このパーカーとこのキャップ買ってあげますか。はい、うん、お願いします。ちょっと欲しいな、俺でも分かる台技だからな。パーカー3000円全然安いよね。安い安い、せっかくだからさ、だから、ね、買っちゃおうよ。買ってきます。弱い、買ってきた、こういった、買ってきた、買ってきたよ。パーカーと T シャツ、 T シャツ、これ釣りの時着きますわ。やった。タイヒもね帽子買いに行くっつってね。俺といえば帽子とかいいやん、楽しい、いいね。ついに買ってきたんだ。買ってきました。かっこよくないこれ。これこれ100円で買えたの、島野のバッグ。え、めっちゃよくない。そう、お目当てのキャップと、はいはいはい、これ買ってきました、2つね、鍋くん。やった、これ定価で1万ちょいぐらいだったから。まあ3万ぐらいかな。そうだよな、手間に考えたらな。買えよ。じゃあとりあえずあとはガラポン。ガラポンか、ガラポン行こう。買うんすかこれ、あいまさん。ちょっと今ガラポンも混んでて、ルアーが今売ってて、赤いやつがある。赤いやつ両方買おうかな、5000あるし。これねルアー、コブラって書いてある。ガラポン行ってこう。何回でも大丈夫らしい。何回でも大丈夫。4回で、3回で、はい、僕の分は、僕はできないの、僕はやった、お小遣いもらった。2回です。ターヒン2回や。じゃあしょっぱな巨匠さんかな。俺行くの。巨匠さん1回だから。1回ね、うん、とりあえず。ああ次ターヒンで、メガネ私です。頑張るよ。じゃあ行きますよ。はい、水色以外がいいですねやっぱりね。じゃあ行きます。お願いいたします。はい、はい、こちらですね。いただきました。はい、オッケー。タイさん、タイさん2回、もう1回。お、黄色？黄色だ。あ、当たったら当たったね。うん。へえ。ドルの通り。メガネ頼むよ。あ、やばい。水色と。水色と。ああ。2回の単位負け取るやんけ。じゃあ最後。最後当たった4回でございます。お願いしますよ。はい、どうぞ。2回。2回。あ、やばい。おお、やった。待って待って、やったー、すごくない。一番銀賞、メガドッグ、やったー。マジで見せつけましたよこれ。銀賞って何よ、何何何、何ある。うわ、でかい、すごい。ありがとうございます。でかい、メガドッグ。これちょうど一回見てパーン来たよ ね。いやーよかったねー。すげー。さあ一番手魂、じゃあもう今度こそ、じゃあ、はい、本命の大本命行きますか。行きますか。見つけた。見つけましたよ、あそこ。あれか、白黒のそちらに
行きますか。多分菊間さんがいらっしゃると、はい、会いに行きますか。緊張しますね、本当ね。このためにね、そうだよ、茨城から来てますからね。そうそうそう。